へ、あんたが呪われるべきってどういうこと？それはね、ほら、はあ、ああ、ビレ、しっかりしろ！先輩、気を確かに、僕の肩に捕まってください。ちょっとルーク先輩、あんたなんでロイヤルソードアカデミーに登用してんの？だ、信じられねえや。なしてそった半覚醒真似を。言っただろ、どうしても自分の心を偽ることができなかった。ネージュ君たちは心から自分の力を、そして仲間の力を信じ歌い踊っていた。私はその姿を見て、強いと、今この時世界で一番美しいと思ったのさ。そんな、ビル、君のパワーを誰よりも信じなければならないのは君自身だ。ライバルに勝利するため自分を磨き上げるストイックな君は誰より美しいけれど、自分を信じられない限り、たとえ世界中の人々に称賛を受けても君が心から満たされることはないだろう。だがもしいつか君が地に伏し、おでいにまみれ老いて痩せさらばえた姿になったとしても、今この時私が世界で一番美しいと胸を張ったなら、その決定は伝説の魔法の鏡でさえ覆せない。己を信じる強さ、誇りこそが世界で一番のパワーなんだ。ロア・ドゥ・ポワゾン、麗しのビル、どうか誰より君を信じておくれ。美はいつも君と共にある。今この時君は最高に美しい。ビーくん、ネージュ、ビーくんが泣いてるのなんてお芝居以外で初めて見た。みっともないところを見せちゃったわね。あんたにはいつも負けっぱなし。負けだなんて、目に見える数字はそうだったかもしれないけど、君たちだって君たちにしかできない素晴らしいパフォーマンスだったよ。確かに僕らはこの大会で一番になったけど、 B 君たちに投票した人たちにとっては君らが世界一なんだ。ネージュ、だからね、 B 君、もう泣かないで。ロワ・ドゥ・ネージュの言う通りさ、ビルは泣き顔より笑顔の方が美しい。ほら、ハンカチーフを。ありがとう。あ、君は会場前に僕を呼びに来てくれたルーク君だったよね。うい、先ほどはせかしてしまってすまなかったね。ルーク君、君、僕の握手会に欠かさず来てお手紙をくれる R さんでしょ。え、握手会？お手紙？え？どうしてそれを？僕をロワ・ドゥ・ネージュなんて素敵な名前で綴ったお手紙をくれるのはファンの中でも一人だけだから。さっきそう呼ばれた時ピンときたんだ。ファンイベントに来るたびにブロマイドを全部買って一枚ごとに感想の詩を送ってくれる R さんが、まさか男の人だなんて思ってなくてびっくりしたよ。ハント先輩がネージュ・ルヴァンシェのファン？それどころかブロマイド1枚ごとに感想とか、ガチ中のガチじゃん。もしやルーク先輩が合宿に持ってきたあの分厚いアルバムは。最後にルーク、あんたのことは信頼しているわ。でも荷物が分厚いアルバムだけって一体何なの？それはただのライフワークの記録さ。肌身離さず持っておきたくてね。プライベートなものだから今ここで開かれると恥ずかしいのだけど。失礼ね、私も他人のプライバシーを犯す気はないわ。まさかあのアルバムの中身は全部ネージュ・リバンシェのブロマイド？へえ、そんなに大ファンなら
間近で会えてよかったじゃないか、ルーク。記念に握手してもらえよ。ああ、そうだね。ルークさん、黙り込んじゃってどうしたのかな。さすがに気まずいんじゃないの。静かに泣いてる。ロアドゥネージュ。こうして名乗るのは初めてです。私はネージュ・リュヴァンシェファンクラブエターナルスノー会員番号000002ルーク・ハント。ファンクラブにまで入っているんですか。しかも会員番号若っ。私はあなたの美しさで人生を照らされ、希望を胸に生きられるようになった一人です。こうしてお話しすることができ光栄です。今日はありがとうございました。握手会に来てくれるときは今と全然雰囲気が違うからすぐにわからなくてごめんなさい。いつも応援してくれてありがとう。今日のステージの感想また手紙を出します。今度はイニシャルじゃなくちゃんとルークって名前を書いてくださいね。ネージュ・リュヴァンシェ、さすがの対応だな。彼が愛される理由が分かった気がする。世界的大人気タレントにして細やかな対応、あれは確かに強い。いやー、ルーク先輩がインパクトありすぎるファンなだけな気もするけど。ひどい。最後の最後に飛んだ裏切りだわ。私がロイヤルソードアカデミーに投票したことと、私がネージのファンだったこととは関係ない。私はストップ。あんたがそういうタイプじゃないことすら言われなくても分かってる。バカにしないで。あんたとは2年の付き合いだけど、ネージのファンだったなんてちっとも気づかなかったわ。本当に食えない男。さっさとその涙を拭きなさい。ほらハンカチ、あんたのだけど。メルシー、ロアドゥポワゾン。リー君、いつもの笑顔戻ってきたね。ねえ、一緒に歌おう。みんなで歌えばきっともっと笑顔になれるはずだよ。え、ほら行こう。ちょっとネージュ見て、ネージュとビルが手を取り合ってる。世界レベルの2人が互いの健闘をたたえ合って、なんて美しい光景なんだ。ナイトレイブンカレッジのみんなも一緒に歌おう。行くよ。3、はい。皆さん、また会いましょう。また二人が仲良くなれてよかった。うんうん、なんて美しい光景なんだ。ボーテ100点。さすがだな、ビルさん。舞台から取り落としていたという彼女を笑顔で受け取ってみせる。これがプロ。やっぱり誰か今すぐ私を気絶させて。